素敵な音楽からこんにちは、アウゲームですということで、前回バラモスをですね、やっとこさ、あれ最初バラモスレベルいくつか始めたんだっけ、10ぐらい上げたのかな、結局最終的に40いくつで終わったのかなと、48だっけ今。いや頑張りました、見てくださった方も本当にありがとうございました。ということでこのまま行ってしまっていいのかということで、ついにですね、ついに闇の世界、今回パート25ぐらいか、長かったな、ここでいいんだな、最後ふいっと最後よしよし、ついにあの世界へ行きましょう、降り立とうじゃん、ごめんなそんなところで毒の、あ、なんか色がちょっと変わったような気もする、あ、また、おー大変だ、ものすごい地響きがしてひび割れが走ったのだ、何か巨大なものがこの大穴通って、な、この巨大なものって何なの、巨大なものって、私の相棒がこの穴に、ああいや、もうちょ待ってよ、もう何やって、もうちょっとぐるって回りたかったのにもうちょっと穴の前や全貌見た、もういいや、いや、またお客さんか、そうか、あんたもう上の世界からやってきたんだ、これ衝撃じゃないね、これ衝撃受けたんだから、一発目の実況シリーズ、ちょっとあの皆さん見に行ってください今日一発目衝撃だったもん、ここは闇の世界、アレフガルドって言うんだ、覚えておくな、闇の世界なのか、ただラックの種、ラックの種を、あ、お金が結構持っている、ラックの種を使う、あ、またバスタードソードって どうよ道具、バスタードもらった。もうちょっと穴を、マジマジ、あ、おー、つえ !287 だって。こんなんあるんやったら横さんか、おい。あの王様横さんか。眠りの杖もういらんよな。いるかな、いらないよね。装備します。いや、まあまあ、いらないから。ドムラゴン、いや、すげえ。これ、ルーラでいけるんだっけ、東に行くとラダトームの後ろだよ。あのね、足玉、違うわ、あ、お父さんがね、どうしたん急に、いや今ポッと浮かんで、ごめんなさい、すいません、全然関係なかったです、関係なかったですね、船なら自由に使っていって、なるほど、わー、びっくりした、俺の中の眠ってたマナちゃんがちょ、突然、この子いいのかな、本当にここ何もないよね、なんか何もないね、テイルズだったらここら辺にグミ落ちてるよ、グミテイルズやってね、テイルズやって、テイルズ実況でやるからちょうどやってね、よし、いこう、早い、あれ上の世界の船より早い、そして見てください、男前やな、これレベルが今48か、で道具で、確かさ、むちゃくちゃな、そんな簡単に船って貸していいんですかね、動画数百万じゃ聞かない、数千万ぐらいかかるでしょこれ、ラダトームから、じゃあここから、なんだっけ、東にマップがない、今どこにいるのかわからない、どうやらこの地図は載ってないという頃のようだ、今塔を噛んだの分かったティート、さあそんな冗談はどうでもいいんじゃい、自白強いな、多分ね、バラモスがちょっとぶっ壊れたぐらい強かっただけで、多分俺めちゃくちゃ強いんだと思う、めちゃめちゃ強いんだな、俺強いじゃろ、そういうことじゃろ、あ、待った、あ、いいのかな、いいのかな、あ、何があるんでしょうか、どこだっけ、うわー、驚き戸惑っている、魔王の影、あー強いね、2ターン目で倒せる、 HP、ゾーマってレベルいくつ、お、レベル上がった、49きましたよ、あ、覚えない、覚えない、ちょ、どこだったっけ、あ、上か、上か、違う、上か、あれあれ、どこだっけ、いや、ちょっと、あれ忘れ、うわー、すげー、全然違うのか、これドラクエの1の世界って超熱すぎない、これさ、ほんと発売当時やった人ってほんとあれだったんじゃない、おー、なんか研究おじさん来た、懐かしの麗しき研究、おい、もういっぱい出てきたんだけど、いいよ、さっきの2ターンでさ6000ってめちゃくちゃうまくない、
めちゃくちゃうまい。いろいろララトームに行こう。もう絶対もういいんだわ、ケンケンおじさん。進めよう。ケンケンおじさん。あ、ギガデイン使ってない？ギガデイン、ギガデイン。ギガデイン。足で攻撃してくると見せかけつつ手で攻撃してくるフェイントを使う、このゴールデン、ゴールデンじゃないわ、ケンケンおじさんですが、ギガデイン。よかって200、224。ゾウマって、おい、ま、お、まさかの8000。めちゃくちゃうまくないですか、むちゃくちゃ。あれ、ラタトームってどこにあるんだ、ラタトーム。あ、また、え、違う、え、あれ、あ、また東って言ってたから俺間違ってね、やべ、南からこうやって東に曲がるのかなと思ったけど、俺ここなんか違くねえか。まあいいや、船もついてくるでしょ多分、ルーラーしたらねえ、多分ついてくる。480。おお、なんか弱いの。あの洞窟なんだっけ、これまさかのだよね、だよね。城下町ではないのか。ベスが弱弱っ、あれ弱っ、いきなり48とか。おーおい、どう、エンカウンツ果敢にも攻めてくるね。ちょっと笑顔がサイコパスってないねえ、40で出てくんのかよ。さあ来た来たラダトームの町へようこそ。魔王バラモスを倒したですって。でもバラモスなど大魔王ゾーマの手下の一人にすぎませんわ。一人ってことは二人ぐらいいんのか。ギアナのオーナーを抜けこの地に移り住んだそうだ。へえ、ここなんで ここなんか、よ、なんかここいいね。これなんかちゃんとなんか公式ななんかあんのかな、もっとすごいなんかこう、そ、先祖がなんじゃったんやろかみたいな。ドラゴンキラー262か、今さらか今さらじゃろか、これ思わない。天使のローブ、パワーナックル、ドラゴンシールド、またゾウマってなんだろう、炎系使ってくるよ。三鏡の盾、いいね、盾。三日ミスリルのヘルム、ヘルムはいる、ヘルムはいるんじゃない、案外。ドラゴンキラーいらなくね、いるかな。ありがとうございます青さん。はいはい、まあいいでしょう。他はいる、三鏡の盾は欲しいのか。三鏡の盾ってなんか反射するのかな。ドラゴンミールがちょっとな、どこっから先ってボスいたっけ。いました、皆さん。あ、いや、それはまあいいとして、ちょっとあれ、神田田探しに行こうぜ。神田田ってなんかどっかの牢屋にいるとかいないとかじゃなかった。はい、大丈夫。こっからどうすんだっけ、俺こっから倒したらいいのか全然覚えてないんだけど。あー、いた、お前まさかの。あー、もう、おー、すばしっこい。あなたは私で簡単だね悪いこと言わせんな。こんな高に落とされて今では真面目にやっています。昔よりいいことを教えましょう。教えろ、太陽の石ってやつが。あー、これ全部揃えたっけな。スゴロク剣、こっちにもあんのか。こっちにもスゴロク城があんのかな。太陽の石とかそういうの集め始めんのか。俺三種の闇雲の塔だっけ。いや、違う違う、それな名前じゃなかった。閉ざされた闇の世界がなんか絶望があるとかですわ。なんだっけ、闇雲の杖だっけ、なんだっけ違うな、何かが違うことだから。西の太陽が新たでき、西の光が、あー、オッケー。どこだろう、いろんなところ回れってことか。ちょっと待って、こっちの甘えん坊地点、開運の本。へえ、ごめん、なんかちょっとね、あの感動会ですなんか特に何もないと思います今回。僕はドクロ4とく勉強しているんだ。みんなが呪いにかかったら僕が解いてあげるんだ。なるほど、ほい。まあまあ、絶望をすすり憎しみを喰らい、悲しみの涙で喉を潤すという、もう恐ろしいな、本当の魔王やな。魔王中、寝てる、起こせ、苦しい、ご飯の食べ過ぎで。何を言ってんのお前は寝ようか、ちょっと寝よう。1ゴールド、船で行けないの、あれ、闇雲の杖だかなんかを使ってね。船、あの船があるから、いた、書いた、
消え去りそうはいらない。でもこれ確かルーラーで戻れんじゃなかったっけ、違ったっけ。あ、ラタトムそう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 、戻れんのかい、戻れんのかい、戻れん。で必要なところはラタトムの後ろです。なんだ、あ、なんかある。誰だ。命夢は生命の源、夢をはめているアルタミ。命の指輪、へえ、あれは違うの、祈りの指輪とは違うのか。そんな取ったっけ。幸せの靴ってなんかそんな感じの。命の木の実、ありがとう。もう怖くないよ。もうバラモス、バラモス、まあ、まあ、ゾーマの方が強いのかな。やっぱザコ戦とかもう怖くなくね。でバスタードソード先によこせあいつねえ、どうなってんの。うわ懐かしい、懐かしい、こんなんでたっけ、懐かしい、この BGM またさあ太陽をいただき、空っぽかい、空っぽかい、空っぽ。俺まださ開けてないところあんのかな。お城だから、お城の宝だった武器や防具を魔王が奪って隠してしまったんだ。魔王でも怖いものがあるのかな。なんだろう、光の玉だっけ、怖いよね。ラメーってあのマント脱ぐんだよね多分あー MP 全開おじさんや。いや昔お世話になった、めちゃくちゃお世話になった。あれどこ行くんだこれ、後ろから先に行った方がいい。パパの話を聞けんだよ多分。ラルス王の前の人は妖精の笛があるそうじゃ。妖精の笛、あ、マイラはあるのか。マイラ、マイラに行くのか。船があるのなら、まだマイラ、私がオルテカ様のお世話をしたんです。ひどい火傷をしてお城の外に倒れていて、記憶なくされたらしく、ついにご自分の名前以外思い出されなかったんです。なんだってパパン、なんか歌ってるこれまであなたも勇者が大魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきたものは誰もない。そう、あのオルテガさえも見抜かれるんじゃなくて。そうか、そなたもまた上の世界から起きたと思う。下の世界の人は知ってんだね全部。この国のラルスじゃ。わしのところに来たという人々の話から大恐れのことは聞き及んでおるに、お、聞き及んでいるであろうもはやこの国には絶望しか存在せぬ。しかしもしそなたらが希望をもたらしてくれるというなら。いや、あれ後ろなんかいるあ、そなたら、あれあれ後ろいる、なんか待つことにしよう。後ろ、お前、おい、唐突の経験上司さん。あ、いや、いや、失礼失礼失礼、唐突の経験、振り返っちまったわリアルでリアルで今振り返ったんだか俺真面目に旅立ちましょうな。マイラに行けって、マイラに行ったらここに太陽の杖的なものがポイッと。かつてここにも多くの勇者様がお泊まりになりました。誰も誰も来なくて、かわいそう、なんてかわいそうなんだ、なんてかわいそうなんだ。スゴロッケンあんのかな。捨ててこい、知らないやつのパンツなんて。どう、泥、なんかね、でもちょっとどいてあげて、どいてあげて。ギアの女にもおごってこのことを報告しなければ。恐ろしいね、上から降りれる、上からは、まあそういう、そうか、上なんて上がれるわけないか普通考えて。でもルーラーがあるじゃん。待った、おー誰だお前、どこから聞いた名前だな。そういえばそこから来たっていうのがおっさんが一人いたな。おっさんが一人いたな、あれか、カンダーダの話か。聖霊ルイス様が作ったと聞きます。しかしそのルイス様は魔王の鎧で封じ込められたそうです。じゃ、こわ、猫だ、にゃー、なぜだ、なぜ、なぜ、な、どうしたんだ猫。小さなメダルだろ、違うのかな。スゴロク剣かい、スゴロク城、まさかこっちに、まさかまさかのスゴロク城がどこ、あんだ俺。
誰だ。お、悪いやつか。さっきは太陽にそんなものここにはないぞ。おかしなものじゃな、わしは夢を見たんじゃ。この国に朝が来た時に誰かがわしにその石を預けに来る。朝が来た時に、どういっちゃ、あれここにあったんじゃないの。あれ、なんか私忘れてません。あ、じゃあ出ちゃダメ、出ちゃダメ出ちゃダメよ。あれまた、うわもうめんどくさい、こうなってしまった。すいません、もう一回もう一回。どこに太陽の石がどこにあるかわからん。太陽の石はいらないってこと。太陽の石はいらないのか。こっからなんか集めろってこと、それとも船乗ってそのまま行けそうな気がするんだけど、違うのかな。懐かしすぎて泣けてくるぜ。ちってたる、見たっけ、小さなメダルゲット。一回ちょっと上に戻る。お母さんにちょっと言おうよ。死なない。大魔王ゾーマを倒すなんとまるで夢物語だ。しかしかつてこの城にあった王者の剣のと剣、光の鎧、勇者の盾、これ取った方がいいのかな。ここさ、ここなんかあるよね。来た。ほほ、太陽の石あるやないかあんのかい太陽の石。あれさっきのヒントなの、朝が来るときになんちゃらかんちゃらってあんのかい。あったんかこれ。あれなんじゃないか、あいまいちよくわからなかったからあれなんじゃないのか。なんかあったかい石だなみたいな感じで、なんか調理に使ってたか、そういうことじゃないのかな。あの上乗せたらパンがふっくら焼けましたみたいなパンの語源ってなんかそんなんじゃなかったっけ。ねえ石関係ないんだけど、パンの上になんか乗せたらふっくらんだからパンができたみたいな感じ。これそんな、そ始まりのパンってそんな話だろだよ。なんでその始まりのパンってなんだ。さあ太陽の石ゲットです。ただここに船を呼びます。手品って見てください。ねん、お来ねえのかい。待って、なんで、やばい、船がなくしてしまう、やばい、船がわからん、どこにあるのか。ここの、ここなんなのこれ。うわー、なんか強いやつと弱いやつがいっぱいいてよくわからない弱いやつの後に強いがいて、いや弱いんだか強いんだかよく、感情がぐじゃぐじゃにされる感情が。おやめてくれよ、やめてくれ。俺は今からマイラに行くんだ。マイラに、この洞窟なんだろう。まずはマイラに行けばいいのかな。もうちょっとなんかあれなのかな、ラダトーム行ってラダトーム行って、またまたなんかちょっともう一回いろいろ回るか、もう一回いろいろ回るか。なんか忘れてるような気がする。なんか忘れてる可能性がない、ないかな、大丈夫かな。全員聞いていいか、もう一回聞く、もう一回全員聞いて、なんかヒントがあったかもしれない。本当に、いや妖精の笛なんて必要なのかな。全部聞いた、これ全部聞いたよね。なんもないよな、なんもないよな、なんもないよな。これで終わりだったっけ。言ったよな。なんか強い装備とかどっかなかった、あれ井戸がない、あれ井戸とかなかったっけな、井戸とかないよな。あ、いた、すべてものコアも底なしに日々割れがある。あれ違う、何もないか、行くか。あれなんかあったような気もせんことも、あれなんか神田だろ。いっか、もう行くか。太陽の石っていうのがあるらしいですぞ。なんもないか、なんかあったようななかったような、あれなんかあったっけないやなんか、まあいいや、行こう、ほっとけほっとけほっとけ、よし、ああっちにあるのね。なんちゃってトヘロス。ちょっとマイラまで行こう。そこの洞窟なんなんだろう。わかんのかな。行ってみる。ちょっと行ってみようか。忘れちまったんだよ。おいトヘロスどうした。お前ら弱いのになぜ出てくる。なんで弱いの出てくるのこの子ら。ねえ。どこに行ったらいいんだろうこれ。ここ
なんだろう。ここ行く？久々に冒険楽しんでんけど、俺これ3周目だからね今。3周目。おい、つむり。釘を読めな、釘を。さあ、勝てんのか勝てないのか。なんだろう、ここ暗かったんじゃなかったっけ。暗くない。いいのかな。明日になる。敵は？ああ、どうなんだ、強いのかな。ああ、強い。強いわ、来ていいんだわ、今。ああ、強い。見て、ほら、経験値も多分。あ、うまい。もうめちゃめちゃうますぎるけん。めちゃくちゃうまかったけん。あ、オッケー。ぐるって回んだね。わあ、下に行ける。何があるんでしょうか。おお、違う。騙されて。うわ、なんかトラップ的な。デンジョンじゃない？今のところクマしかいねえんだけど。クマ、二手に分かれる。二手に分かれる。変なやつさえいなければ。うわーもう。りょうさん。りょうさん、硬いんだよな、それ。お、弱っ。あれ、りょうさん、こんな弱かった？弱くね？むちゃくちゃ弱くね？いや、りょう、まあ。2ターン。オッケー、よし。リレミット使えるのかな？これなんだろう。あ、BGM が。ちょっと方な、キンコンカンコン。おー、クマ。いいね。うめえ。うめえ。お、逃げた。だ、逃げたってことはやっぱ俺強いんだわ。おい、バラムス仕様の俺だから多分雑魚戦にはもう困ることはないんじゃ。なんだここ。おい、わからんジョイ。惑わされていく。謎の、いたー。俺の唯一の天敵今。やめろ。やめろ、吐くなよ。うわー、危ねえ。やめろ。やばい。いいよ。あ、危ない。よし。さっきのクマがうまい。クマが。クマー。来た。終わりかな。おー、小さなメダルか。これ何なんだろう、この洞窟。この洞窟って何なの？俺も全然覚えてないんだけど、来なくてもいいとかそんなことないのかな。ねえ、来なくてもいいとかそういうことはありませんか。あんのかな、ないのかな。どうも。誰も答えてくれない。誰も答えてくれない、いつもみたいに。六世うまー、ただうまいんだここ。うめえ、うめえ。これ何のために来たんだろう。出るか、来た意味あんのかな。これもし戻ってない俺。うわー、やめて。ほい。何のために来たんだろう俺。わからん。ちょっとここってなんだっけな、最初なんか暗くなかったここね。ワンの時だからなんか来て、ペンダントとかもらったとこじゃなかったっけ。違うんだろうか。こんなとこにそもそも。やめてあげて、やめてあげて。おい、わ、恐ろしすぎじゃろこいつら。まあ、入り口戻ってきてね。ねえ、あれ入り口帰れ。こち亀に帰れ、こち亀に。やべえ、逃げたい。もうポン、こういうのに逃げたいよね。トン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 つって、トン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 って逃げたいんだけど。よっしゃー、うまー。お、宝箱がある。ってこと、うわ、待って、うわ、怖え。おい、もっと怖い。やだ、うおー、危ねえ。一番右のやつがちょっと、ま、危ねえ。ホロコースが一番やばくなかった。怖え。あいつザラキ使ってきたんだけど、怖すぎだろうが。破壊の剣。え、うわー、破壊の剣と地獄の裏だって。いや待ってくれ、破壊の剣ってあれだろ、腐ってんのかな。
破壊の剣って腐ってる腐ってじゃないじゃない、なんで腐って腐ってんじゃない、呪われんだっけ、なんで呪われるっての腐ってるなんで、もうりょうさんどいてどいて、魔法貫通もうめんどくさくなったら逃げるよ。よしナイス、あ逃げられるようになってるのかもしれない。でも経験値このコロ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 ってどこに行ったらいいんだろうこれ。どこだろう、わからん、めちゃくちゃ迷ってる。ここが何なのかわからんな。まあ、次ちょ、お逃げんの、あ逃げってるとこ逃げんのかな。上から来たのか、どこ、あれもある、上か。わあすげえいっぱいいる。上だ、どこだな、息をかわした、めちゃくちゃかわしてくれるからよかった。危なくね、いいね。ゾーマって攻撃してきたっけあいつ、あれゾーマって魔法だよね、魔法カウンターとか絶対入んないじゃん。なんか違うのかな。あれどこだ、どっか、これで終わりなのかな。確かに装備は取った、ただなここに来た意味があるような気もするんだよな、違うのかな。17、もうちょっとやってみよう、ごめんもうちょっと付き合って、もうちょっと付き合ってみよう。なんか光のほいさっきんとこか、ほえんか、トイロス使ったらいいのか。ほい15、あれダンジョンでトイロス聞く、聞いたっけこれすげえ初歩な質問だけど聞いたっけ。呪文トヘロス、なんちゃってトヘロス、さっきのとこやろ、さっきのとこかい、でこっちやろ、誰だ、よしです、あ逃げれるじゃん、ガンガン逃げていこうぜ。さっき、もうこれで終わりかい。リレームでしょ、もう一回出て、これで終わりか。ちょマップ見てよくね、俺さなんでこんな初見プレイみたいなことやってんの知らねえよって、その本当だわな、あ逃げれんじゃん、マップ見てよくね、3回目なるで俺、マップ見りゃよくね、なんでそんなネタバレ禁、お逃げれる、めちゃめちゃ逃げれるじゃねえか。なんだ？来てない。なんもない。いや、小さなメダルが欲しいんだ、正直。強いなりそうじゃん？めちゃめちゃ逃げれんだけど。ほら、強え。多分俺めちゃくちゃ強いんだわ、多分。終わりかい？これは逃げれない。あ逃げれる、レベルなんだね、逃げれる逃げれないって。なんだ祈りの指輪、これか、 HP 回復すんの、これか、むちゃくちゃいいのあるじゃん、よかった。多分これで終わりじゃないか、待ってちょっと装備しよう、装備しよう、道具諦めないでよかった。マヤさんも言ってたじゃん、諦めないでっていつの話だよそれいつぐらいだっけ、まやさんが諦めるなってあーだこうだ言ったのあーだこうだもうちょっと言ったのってあれいつだったっけ。乾きの壺、あれどこ行った、祈りの指輪、あれだけどこやったっけ、あれ、あんど祈りのんこれか、使いすぎるとこ、あれどこ行った、あべ2個ぐらい持ったのかな、もしかして、なんだ、なんかあるぞ多分、なんかあるよね、なんかあるじゃろこれ、ないのかな、あれなんだ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 これ、なんかあるよね、あれなんだ、あれでなんかないってことありえんの、なんだあれ、なんだかあるよね、いやもう時間来ちゃったわ、やばい。ということで、あれ今でもなんかあるよね、ちょっと待った、向かいもうちょっと、ちょっとあれなんだ、ここなんだろう、
え、絶対ここあるじゃん。絶対ここあるじゃん。あれ、これなんだろう。あれ、なんかあるよね。なんかある気がするんだけど。気が出んでもらって。さあ、ということで、今回は、この辺で終わりたいなと思います。ちょっともうちょっとここ、次、探ってみます。で、もし、何もなかったら、カットします。ということで、今回この辺で終わります。よろしくチャンネル登録、高評価、などもお願いしますよ。それで皆さん。